今回はダンジョン飯、ファリンが強すぎて攻略法なんかあるの？に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。ファリンが服や武シーンはこの作品の中でも最高の名シーンかもな。ここから文句なしのハッピーエンドに持ってけるからすごい作品だ。この状態でもマルシル・シュローは人間の脱衣として捉えてるという描写でもあるのか？そもそも人体と急所違うから首切り落としても活動停止まではいかないかな。他に目に当たる部分が見当たらないが、色づくと結構肌色多いな、ってなった。そもそもあのナイフで首切断までやれるんだろうか？ナイフ程度じゃ落とせないだろ首。首を落とすのは姿勢的にも無理だ。というかファリン部分に内臓があると思ってる状態だから臓器刺すより手っ取り早い手段はない。結果的に何もなかったが。このアニメ音響関連がすごいいいな。声優も効果音も音関連の部分みんな凝ってる。シュローは一生これが目に焼き付くんだろうな。なんてかっこいいんだ。ライオスのこといろいろ言ってたシュローだけどいきなりプロポーズするのはどうかと思う。そもそも何で服はだけたのか？読者サービスか。ファリン部分を完全に殺したら次蘇生されるときファリンがさらに塗りつぶされてそうだもんな。逃走で壁をよじ登る作画がとんでもなかった。他があんま色気ないからな。まあ K2 やれば確実だったかもしれんが、カブルーが人型特化だから騙されたと考えるのが自然。羽毛は可愛さとかっこよさを兼ね備えてて最高だな。大勢集まってきて最強パーティーだな。と思ったら速攻で壊滅した。剣が普通に通るからシュローがやる気ならあっさり両断できるけどやれなかった。指揮を取る人間が全員うろたえていたからおのおの勝手に動いて勝手に死ぬしかなかった。マイズルさんがいたらいい感じの指揮を取れたかもしれないけど初手で死んだ。ここからの旅は狂乱の魔術師と出会うための旅だからここで狂乱の魔術師が来るなら望むところではある。結果論で言えばここでファリン惨殺した上で狂乱の魔術師来られたら、どうあがいてもバッドエンドなんだけど。魔法使えたりとレッドドラゴンより戦闘力高くなってない？ブレス使えないのはどうなんだ？RPG とかでは地味だけど冷静に考えると一番脅威だろ。やっぱりトリプルヘッドにすべきだな。レッドドラゴンより小さいし柔らかいしファリンでなく、ただの魔物だったならそこまで強くはないかもしれない。ファリンのせいで天使とか翼人のキャラがみんな四分撒き散らしてると思う呪いにかかっちゃった。首を切り落とすには重量武器がいるわけであの高さまで運べない。なんで脱いで身軽になって仕掛けたってのが鎧を脱ぐ描写でわかるの丁寧だなって思った。そんな深い階層で出会ったら勝ち目ないだろ。作画コスト的に仕方ないんだろうけど、もうちょっとモフモフ感が欲しかった。ライオスは攻撃してない。マルシルはうろたえている。戦士はご飯を守っている。チルチャックは隠れている。だから戦力器用がね。原作の画力が高いから求める気持ちはわかるがしょうがないよ。マルシルが感づいたってことは人間の頃からあのトゲトゲの魔法使ってたのか？呪文聞けばどんな効果の魔法かはわかるんでしょ。カブルーは人間なら確実に致命傷になるレベルの部位をザクザクやってはいるんだ。シュローがやる気なら普通にファリゴン両断できてそうみたいなのが、割と共通認識になるのは何なんだよシュロー。剣が通るレベルでやわくなってるとこ見るとマルシルの全力爆発でも多分バラバラにできる。あんまり硬くないってだけでいくらでもやりようはあるからね。リンちゃんの雷撃は普通にダウン取れる火力だし近接3人は普通にダメージ通ってめっちゃ痛がらせてたから。カブルーパーティーだけでもちゃんと指示出せてたらいけてたかも。でも超火力雷撃ってちょっと周りと呼吸合わせづらいね。いやまあ攻撃クリティカルさせるための隙作んないとダメだろ。まあ周りハーピーだらけで攻撃邪魔されるだろうし、倒しても即座に狂乱ちゃん来ちゃうんだけどな。ひょっとしてバッドエンドなのか、ってなりそうな展開を作るのがうまい。多分レッドドラゴンのブレスはマルシルで防げないから火力も普通にノーマルドラゴンの方が上だと思うよ。なんで得意げなんだよ狂乱の魔術師。ファリゴンのことは作った魔術師本人もよくわかってないんだよね。鱗部分ですら斧刺さる程度に脆くなってるの防御力下がりすぎじゃね？治癒魔法で補うスタイルなのかな。でも従前に性能発揮したら防御回復蘇生魔法使ってくるクソボスだぞ。
バフト回復してくるのだるすぎる。数ターンに1回範囲魔法ぶっ飛してくるのクソボスだと思う。魔法防御できないと即死する。もしかしてこの作品はハイファンタジーに属するのか。現実と地続きかどうかがハイローの区別だからそりゃハイファンタジーなんじゃないか。まず戦士の斧がもともとめっちゃボロボロだったから、あれを見て普通はレッドドラゴンに斧はつかないっていうのも怪しくて、鋼のような鱗だから生半可なやつでは効かないだろうけど。戦士が特別なだけで普通のドワーフは武器にうるさいはずなので、ドワーフの使ってる武器イコール上等な武器と認識してもいいかも。殴るモーションでファリンの腕と羽腕が連動してるの好き。アニメでしっかり動き見るとホルムが攻守 MVP だったな。あいつ火力も防御もクソ高い上に蘇生まで使えるの強すぎるだろ。一人分の全面シールド貼れるの蘇生役の自覚があって以来。マイズルスパイダーはなんでいつの間にか負けてんだ。パワーは弱いのか？絡めてるうちに身内の誰かがとどめを刺すタイプの使い方だとは思う。あくまで式神で術の一種でしかないから見た目ほどヤバい存在じゃないっぽい。糸による高速特化の式神なんだろ。ウンディーネビームめちゃくちゃ強かったな。まあもういないが。ホルムがウンディーネでファリゴン攻撃しまくりつつ、リンちゃんが雷撃で反撃を封じてダウンしたところで、ひたすら近接3人で切り刻めば多分カブルーパーティーだけでも、範囲攻撃使われる前に一方的にやれるルートもあったかも。でも個別に挑んだから個別にやられちゃったね。ホルムは命令ないと多分シャンシャン動けないタイプだから。あの状況でマルシルに蘇生されたら夜眠れなくなりそうだよ。黒魔術の剣がなくても失敗したら終わりの状態で、全然専門じゃない、一応できるくらいの蘇生をやりましょうかって言われても、いや、慣れてるやつがやるわ、ってなるよ。よく本編後のファリンはドラゴン混じってるから、長寿でマルシルとずっともとか言うけど、キメラ分残っちゃったってことは下手すると寿命にデバフかかっちゃってるよね。ホルムってウンディーネ数匹飼ってるのかな？それとも他に刺激してる魔物いるの？もしかして流れで太刀の一滴まできっちり戻せるホルムの蘇生術ってレベル高いのか？その世界の回復魔法って復元っぽいから、地面に浸透して戻らなくなったとかじゃない限り帰ってくるんじゃないか？逆だ。欠けた部分出さないためには流れで太刀の一滴まで必要になる。ウンディーネが一番使い勝手良いのはわかる気がする。ファリゴンのクソヤバい化け物感めっちゃ良かった。かっこいい。なんなら1個前のラストの式のファリゴンからすでに良い。当たりどころ良ければ一撃だもんなウンディーネ。かっこよくて美しくてライオスが思わず見とれるだけの説得力があるよね。ファリンはかっこいいよ。できることなら俺が代わってやりたかった。この全く悪意ない顔で殺戮してるの本当に魔物になっちまったんだ感あってすごい。それでいてファリンの顔を利用してくる狡猾さもある。あんまり意識してなかったけど割と高い位置にあるファリンの体に気づかれずに、すっと乗って後ろ取って何度も攻撃まで行ってるカブルー地味にすごくない？生まれたてのファリゴン自体が言うほど強くないからちゃんとこのメンツに連携されたら負けちゃうからね。アニメのファリゴンの動きかっこよすぎる。逃げる時に壁よじ登るとことか最高。今回はダンジョン飯、ファリンが強すぎて攻略法なんかあるの？に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。